ラバー・アン・ジャック・ピアースはミシシッピ州出身のプロ野球選手。1968年と1969年の全米ドラフトにおいて、それぞれ9巡目でニューヨーク・ヤンキース、3巡目でアトランタ・ブレーブスから指名を受けたが契約に至らなかった。1970年に2巡目でブレーブスから再び指名を受けて入団。同年は、 ルーキー・アドバンスドクラスのパイオニアリーグで打率、281、9本塁打の成績を残す。翌1971年は 1A のカロライナリーグで20本、1972年は 2A のサザンリーグで23本の本塁打をそれぞれ放っている。1973年に初めてメジャーリーグ昇格を果たしたが、同年と、 翌1974年は共に1安打に終わった。1975年3月29日に、レジー・サンダースとのトレードでデトロイト・タイガースに移籍。同年はメジャーで8本塁打を記録している。1976年はメキシカンリーグで36本塁打を放って、同リーグの本塁打王となり、長打力を評価した南海ホークスのオファーを受けて12月17日に、 入団が発表された。オープン戦では、左翼手としても起用されたが守備に難があり、シーズン中は主に一塁手を務めて13本塁打を記録した。10月5日に残留が発表されたが、翌年の春季キャンプで、広瀬吉則新監督の構想から外れて帰国。3A のパシフィックコーストリーグで、翌1979年までプレーし、 1980年から1987年までは、再び、メキシカンリーグに所属していた。1987年で現役を引退している。2012年9月13日、心臓発作のために死去。64歳没。ありがとうございます。